皆さんこんにちは、森有です。はい、今日はですね、皆さんが大好きなじゃーん、100均のハロウィンの購入品を紹介していきたいと思います。第2弾はね、そんなに買ってないので、ちょっと工夫しながらというか、あるものを作っていきたいんですけれども、どんどんポンポンポンと紹介していきます。いやー、重かった。これが全部です。ポンポンポンといきますね。まずマスクです。はい、こちら、これは30枚入りのマスクなんで、今こうちゃんが風邪気味ということもあってマスクを買ってきましたマスク買った、ありがとう。そしてこちら、これはね、前からすごい人気がある、なんかふっとやったら消えるキャンドルですね。これはもうハロウィンの編集というか、ハロウィンでよく使おうかなと思って買ってきてみました。これさ、ちょっと心配なのがさ、電池とかがね、たまに不良品でテスト用って書いてあるんで、そんなつかないらしくって怖いんですけれども、使えたらいいかなと思います。はい、そしてじゃん、こちらのスポーツブラです。これは前も買ってきてスポーツブラとして使ってはいるんですけれども、今回はこちらは衣装で使うので、ちょっと大きめのを買ってきました。はい、そしてじゃーん、こちらでございます。これは本当にハロウィン限定の時の後ろの背景として、メイクの時の背景として使おうと思って買ってきました。ちょっとこれ邪魔なので紹介しちゃいたいと思います。じゃん、こういうのがね、あるわけですよ。こういうものがあったら私の仕事が減る。いろいろ銃弾で撃ち抜かれたやつだったりとか、首を切っちゃったりとか、口裂けちゃったりとか、肩刺さっちゃったりとか、なんかいろんなメイクがあるんですけれども、これを応用していろんなメイクをしていけたらなと思います。そしてこちらのピンクのカッティングマット、これはずっと探してて、前カッティングマットあったんですけど汚くなっちゃったので、ピンクを探してたんだけど、ピンクがなかなかなくて、やっと見つけました。そしてこちらが2枚キープアウトのなんていうんですかこの線みたいなの、こうテープが2枚、これも後ろにやりたいと思います。入るなよみたいなやつですね。そしてこちらです。じゃーん、かわいいですよね。でもなんかね、やっぱね、ラメが取れますみたいな感じで書いてあるんですよ。ここに書いてあるので、すごい絶賛取れ放題ですね。ラメがね、めっちゃ取れてる、ラメラメって感じなので、使う時はちょっと気をつけてやりたいと思います。そしてじゃん、こちらの血のりスプレーの衣装用になります。これは第2弾で衣装を発表したいと思います。いろいろね、ちょっとこれのもう1個の方の血のりスプレーも買ってきてるんですけど、第2弾はそれをやりながら説明をしていきたいかなと思います。もう好き放題バーってやりたいと思います。まだ作ってないのでわかんないですけど、そんな綺麗にできるかわかんないですけど、やってみたいと思います。はい、そしてこちらです。はい、フェイスクレヨンになります。この黒と白が私は欲しかったので、この色だけあればよかったんですけど、この3色なんか使えれば使えたらと思うんですが、白のペンシルがなかったので、これを急遽買ってきました。はい、そしてじゃん、こちらはダブルクリップはコンセントがたくさんあるんですよ。なのでなんていうんですか、これいっぱいいろんなことができるやつなので、とりあえず買ってきました。コンセントをきれいにしたくて買ってきたやつですね。ハロウィン全然これは関係ないですね。こちらも色違いというか、コンセントをやろうと思って、ちょっと大きめなんですけど、これと同じぐらいの大きさですね。コーティングクリップっていうやつ、普段は紙を挟んだりとかするんですけど、これはコンセント挟んで、これが何を携帯用で PC 用で、なんかこうなんつうの、モバイルバッテリー用だよとかいうのを分けようと思って、色違いを買ってきました。そしてじゃん、ホチキスです。これは普段も使うし、ちょっとあるものにも使おうかなと思っているので買ってきました。だけどホチキスの芯の方を買うの忘れちゃったので、10個しか入ってないっぽいんで、ちょっと買ってこないとなと思います。はい、次はじゃん、粘土になります。これはですね、久しぶりにちょっと工作みたいな感じで作って、それをまあ特殊メイクしながらやっていこうかなと思っているので、こんな感じの粘土を買ってきました。楽しみです。こちら、これはもうあれですよね、私結構前にもテキサスチェーンソーメイクで使ったシリコンマスクなんですけれども、もうこれは普通にマスクとして使おうかなと思って買ってきました。そしてじゃん、チャリーン、すごい音がする、すごいピストル買ってきました。そしてこちらです。はい、前もね買ってきてたんですけど、この色じゃなくてね、前スパンコール紹介したと思うんですけど、ハロウィンの音フェチをやろうかなと思って、ハロウィン仕様の、まあ、音フェチの専用のスパンコールを買ってきました。もうこのなんか箱も可愛いなと思ったので買ってきたので、絶対に音フェチはハロウィンまでには1個出さなきゃなみたいな感じで追い打ちをかけるように自分で買ってきました。はい、そしてこちら、はい、これねラスイチでした。ラスイチだったので変えてよかったんですけど、引っ込む、撮影とかによく使ってるナイフですね。こうクーとかクーとかクーとかってやるナイフです。そしてじゃーん、こちら、あ、今超カメラが映った、タイツでございます。まあこれは後々何に使うかは分かると思います。はい、そしてこの箱とこの箱2つ買ってきたんですけれども、まずこれ100円ですよね。はい、で開けます。じゃん、ナイフです。これも小道具の一つでございます。そしてはい、こちらはいつももう本当に使い放題つけまの糊でございます。これは乾燥した時に透明になるやつです。そしてこちらになります。はい、つけまつげですね。これはどこに使うかはわからないです。で、このカゴですね。カゴも買ってきました。これはもうしまうところがなくなっちゃうなと思って、ハロウィンはハロウィンでボーンってここに置いときたいんですよ、私毎回。なので置いとくように買ってきました。で、最後の箱ですね。箱の中身紹介したいと思います。よいしょ。チャリーン。はい、猫ちゃんでございます。これは何でしょうか。これは次とか次の次の動画とかでお会いできる猫ちゃんかと思います。そしてこちらリキッドファンデのライトオークルになります。これはねまあただ単にもう昔使ってたんですよ。一番最初の特殊メイクあげたのが2012年だか13年だかなんですけれども、その時に初めて私が使ったやつなんですよ。これなんですけど、今回も100均の特殊メイクとして出させていただきたいと思います。そしてじゃん、こちらはゴム、普通にゴムです。ゴム、はい、第1弾の最後になります。じゃりーん、アイライナーです。黒のアイライナーです。いや、これやっとあった。もうずーっと探してて、なんか知んないけどなんかブルーしかなかったんですよ。でブラックがいつになっても見つからなくて、やっとありました。ブラック、ここ200円なんだ。200円です。はい、今回の購入品はこんな感じでございました。買った日が別々で、今日買ってきたのがこの第1弾がもうさっきほんとさっき買ってきたんですけれども、やっぱり大型店舗に行かないとないものばっかりで、結構人気な商品とかもうハロウィンでしか売ってないものとかも結構あったので、もう今頑張って買ってきました。こうちゃんが運転して頑張って買ってきました。はい、ということで、まあ、これは2時間ぐらい100均にいた私のこの成果でございます。まあこれで今年のハロウィンは何個かメイクができるかなと思うんですけれども、まあ、私のあとはキャパですね。自分のキャパに、はい、期待したいと思います。ということで、こんな感じで100均のハロウィン版のハロウィンの道具をちょっとネタバレな感じで紹介してみました。これがどういう風にメイクされていくのかはお楽しみにしていてください。ではでは、森有りでございました。せーの、おつわり、バイバーイ。